こんにちは。こんにちは。本日のインタビューは虫の知らせ研究所所長の老沼淳さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。老沼さん、今奥会津に暮らしていらっしゃるということなんですが、もともと奥会津のご出身でいらっしゃるんですか？いや、自分は生まれも育ちも東京都町田市ですね。その東京都町田市から奥会津に来られたのはどのくらい前になるんですか？ちょうど5年前ですね。何がきっかけで奥会津に来られることになりましたか？自分は旅が好きで、今まで日本3周してて、バイクで2周、車で1周で、まあ、あと外国旅して、で、まあ一番気に入ったところがこの奥会津でしたね。その気に入ったポイントというか、はいはい、選ぶ基準になったことなんかがあれば教えていただきたいんですが。ですね、まあ田舎暮らしするにあたって、まあ絶対条件が6個あって、一つはまあ毎日源泉かけ流し温泉に入れる。あともう一つは古民家暮らし、あと薪ストーブ暮らし、あと田んぼ畑で作物を作る、あとはあれですね、周りにコンビニなど大手チェーン店がない環境で、この6ヶ条のすべてを満たしたのが今住んでる場所でしたね。はい。他の場所ではない、なんか魅力というか、ここがいいなとピンときたポイントとかってあるんですか？近所にね、やっぱ24時間入れる極上の温泉があるんですよね。それはなかなか他にはないですね。それは大きいですね、今の場所を選んだのは。24時間ってすごいですね。24時間すごいですね。もともと奥会津はその日本回られてた時に来ようと思って来たのか、はい、たまたまこうルートとして入ってたっていうこと。そうですね、特に旅してる時はそんなに意識はしてなかったんですけども、その6ヶ条にたどり着いたきっかけというか、もともと東京で暮らしている中で、先ほどのその温泉がいいとか、古民家で暮らしたいとかって、なかなかこう、パッと思いつくものではないのかなと思うんですけど、なんかその原体験というか、ですね、まあさっきちょっと言い忘れたんですけど、あと、飲み物と食べ物は、湧き水、天然水を使うっていうのもあって、で、東京に住んでる時は、湧き水を車で3、40分かけてタンクに汲みに行ってたんですよね。で、まあ、あとまあ温泉もね、休みのたんびに温泉に行ったり、あとまあキャンプ行ったり、山登り行ったりしてたんですけど、まあどうせだったら周りにある環境に住んじゃった方が早いなと思って。町田市っていうと都会のイメージもあるんですけど、はいはい、結構もともと自然が周りにあったりしたんですか？そうですね、子供の頃はやっぱり周りに自然があったんですけど、まあそのね、綺麗な遊び場だった自然がどんどん壊されて開発されて、で、まあ、町になっていくのを見ながら成長したんですよね。まあ、その体験も大きいですね。それを見ているとき、どんな気持ちになられたんですか？どんどん町になっていく。その時はですね、まあ、なんか、まだ小学生だったんで、その時はね、そんなに、なんか、開発が始まってるな程度だったんですけど、なんかいざね、大人になってみると、20歳ぐらいになって街が完成してみると、なんか子供の頃の遊び場が全部なくなっちゃったなと思って、で、なんかね、虫とか動物とかも生き物たちがね、減ってって、それに気づいたときに、なんかちょっと、
寂しいっていうか悲しい気持ちになって、それでまあ都会でも遊んでたんですけど、で、キャンプとか山登りとかこう自然を求めて、こう、旅するようになりましたね。じゃあ日本三周されるきっかけもそういった思いがきっかけで回られることになったんですか？はい、そうですね。やっぱり基本的には自然が好きなんで、自然を求めて。うん、1周目と2周目と3周目と何か違いはありましたか？はい、まあ1周目はね、バイクで1年半かけて一人で回ったんですよね。テントと寝袋と、まあキャンプ道具一式積んで。で、その旅の途中で、今の妻と出会って、で、今度2週目は、まあ、5年後ぐらいに、妻と恋人時代にバイク2台で、日本、半年かけて日本2週目の旅して、で、3週目はまあ結構、バイク辛いんで、車がいいなと思って、で、3週目はまあ新婚旅行で、で、妻と車で、軽のワンボックスなんですけど、それでまあ1年かけて日本一周しましたね。その3週のうちのどのタイミングでオクアイズと出会ったんですか？3週目ですか？いや、1週目ですね。あ、1週目ですか？うん、1週目のオクアイズのあの、尾瀬っていう山ありますよね。うんうん、そこの山小屋で、まあ、ひょんなことからバイトすることになって旅の途中。で、そこにまあ、3ヶ月ぐらいバイトしてたんですけど、そこにまあ妻もたまたま同じ年にバイトしに来てて、そこで知り合いましたね、妻と。じゃあ1周目でもうこの場所がいいなとか、この地域がいいなっていうのはもう思ってらっしゃる？あ、思いましたね。うん、いいところだなって。まあ日本全国いいところいっぱいあるんですけどね。まあその時点でまあ特に印象に残るっていうかね、うん、そういう場所ではありましたね。それが2週目回って3週目回って、はい、日本のいろんなところを見てもやっぱりオクアイズが良かった。そうですね。3週目はまあ結婚してすぐ新婚旅行で回ったんで、うん、まあ一応住むところを探す旅でもあったんですよね、3週目は。実際こう旅をしながら見てた奥会津地域と、はい、住んでみての奥会津地域と印象が変わったところとか、はい、やっぱりここは想像通りだったなみたいなところとかってどういうところがありますか？そうですね。まあいろんなここに住んで、まあ気づいたことはいっぱいありますね。なんかね、こう都会に住んでて、まあ東京に住んでる頃に、こう、自分なりにはね、空をよく見てたり、こう、自然を観察してたり、ね、よくこう、自然の中に遊びに行ったり、しょっちゅうしてたんですけど、でもやっぱり住んでみないと、こう、たどり着けない境地っていうか、そういうのはやっぱり、うん、ありますね。人工物に囲まれて暮らしてたら、気づかないことってたくさんあるんだなっていう。うん。毎日、未だに5年経つんですけど、毎日驚きと発見の連続って感じですね。なんかその風景を私も具体的に想像してみたいんですけど。まあ自分が住んでる場所は、3家族しか住んでないんですよね。自分合わせて。で、まあうち息子と妻と3人で暮らしてて、で、自分たちの家族以外、人間って4人しかいなくて、集落に。で、山に囲まれてて、絶景なんで、まあ、毎朝こう、起きたら、すぐ外見るんですけど、まあ、正直、毎日感動しますね、美しい景色に。毎日違うんで、うん。東京に住んでる時はね、窓開けて朝一の風景って隣の家の壁でしたからね。そう、もう朝一から違いますよね。全く。うん、なかなかそういうこう日々変わりゆく景色って、この場所でしか出会えないこと
そうですね。今日もここに来るまでにね、うん、もう感動して、うわぁ、綺麗だなぁって一人で、一人ごと言いながら来ましたけどね。本当美しいですよね。ねえ、本当感動するところなんです。今のその集落の中では4家族っていう話だったんですけど、はいはい、そこの場所を見つけられたのはご自身でなんか探されたんですか？そうですね。うん、自分でバイクで、うん、奥会津中走り回って見つけた家ですね。はい。もうここに住みたいってなったっていう。そうですね。まあ見た瞬間に、うわぁ、いい家だなぁと思って。で、あれこれ空き家っぽいなぁと思って。で、近所で、おばあちゃんが畑仕事してたんで、話しかけて。で、あれ空き家ですかって言ったら、そうだよ、空き家だよって言って。で、まあ、決めた感じですね。狭い地域とかだと、はい、外から来る人に対して閉鎖的だったりとかすることもあると思うんですけど、はいはい、実際暮らしてみてどうですか？それは全くなかったですね。まあ、うちの集落はね、うちの息子は30年ぶりの子供なんですよね。だからそういう面でもね、皆さん可愛がってくれますし、まあもう住んでくれるだけでありがたいみたいな印象は受けますね。今実際この地域どんなお仕事をしていらっしゃるんですか？はい、普段はですね、まあ田んぼでお米作ったり、畑で野菜作ったり、でまあ春は山菜採り、あとまあ薪ストーブ暮らしなんで木切って薪割りしたり。で、あとまあ、築100年の古民家に住んでるんですけども、まあ自分好みに改修したり、まあその改修の材料も廃材をもらってきて、できるだけこう、お金をかけずにコツコツとやってますね。で、今の時期、秋だとまあ、あれですね、キノコ採り、したりして暮らしてますね。そういった暮らし方をされてる方って多いですか？最近増えてきてると思いますね。まあ自分はね、日本一周目の旅の時に全国回った時に、まあもう自分よりも二回りぐらい上の方たちが結構そういう自給自足的な暮らしされてる方が北海道からね、沖縄まで旅した時に出会って、で、うわぁ、いいなぁと思って、本当みんな幸せそうだったんで、で、まあこれが人間本来のね、生き方なんだろうなぁって感じて、で、自分もいつかそういう暮らししたいなぁっていう感じで、夢でしたね、そういう暮らしするのが。東京にいた頃は会社にお勤めだったりもされてたんですか？そうですね。会社員やった時期もありますね。まあいろんなバイトもいろいろやりましたね。バイトやってお金貯めて、貯まったら旅に出て。で、また帰ってきて、お金貯めて旅に出てって。20代、30代はずっとそれ繰り返してましたね。こう地域に移住するときに、はい、なんか地域で仕事があるのか不安っていう声だったりとか、はい、なんかこうどうしたらお金稼げるんだろうとかっていう声聞くことよくあるんですけど、はいはい、そういったご不安はなかったですか？そうですね。自分は特にはなかったんですけども、実際まあこっち来て、もう、どこも人手不足なんですよね。だから、ぶっちゃけ仕事はいっぱいありますね。こっち来てもう10社ぐらいからうちで働かないかってお誘い受けて、まあほぼほぼ断ってるんですけど、今もね、近所の施設でこう、先月からこう、用務員のバイトをやってくれないかって言われて、で、まあ夕方、だけだったんで、時間帯が。あ、じゃあ、やらせていただきますって言って、今は、それ、夕方行ってますけどね。
どんなお仕事、本当に多種多様なお仕事の声がかかるって感じですか？そうですね、農業関係、土木関係、まああとガソリンスタンド、介護施設、あと大工、除雪の仕事、スキー場とかいろいろありますね。それはもう仲良くなったりとか、こう関係性の中で声がかかってくるっていう状態なんですか？それもありますし、もう引っ越してきてすぐ、もう 2,3 ヶ月のうちに5社ぐらいからお声かけがありましたね。じゃあ実際こうさっき の, その仕事がないんじゃないかとか、はい、暮らしていけないんじゃないかみたいな不安は、はい、暮らしてると全然そんなことはなくないですね、まあね、体一つなんで、断る方が多くなってくる、きますよね。妻もうちで働いてくれって、4カ所5カ所ぐらいから言われましたね。じゃあ実際にこちらに移住されて困ったことっていうと、その今お断りするのが困ったっていう話もあったと思うんですけど、なんかありますか？想像と違ってここは大変だったなとか困ったなとか。困ったことっていうのはまあ特にはないですね。何か大変なことがもしあったとしても周りの皆さんの力で解決していたんですね。そうですね。まあ田んぼ仕事とかね、畑仕事とか、こう肉体的にこう疲れたっていう時はありますけど、でも好きなことなんで精神的な疲れはなくて、まあこっち来てストレスって感じたことないですね。温泉もありますし、温泉もあるし、そう、肉体的に疲れても温泉入れば疲れ取れちゃいますね。だからよくね、こう田んぼ仕事とか畑仕事とかしてね、近所の人にそれ見てると、こう体大丈夫か、そんな動いてみたいなことよく言われるんですけど、でも温泉使ってるせいかね、なんか腰とか全然痛くなったりしないですね、温泉のおかげで。では続いて質問していきたいんですが、虫の知らせ研究所の所長をされているということだったんですが、具体的にどんなことをされているんですか？ですね、まあ、虫の知らせって多分皆さんご存知だと思うんですけど、こう、ね、直感とか第六感とか、ね、例えばこう本当は右に行こうとしてたのに分かれ道に来たら、やっぱ右じゃなくて左行ってみようとか。で、人生ってこう、選択の連続だと思うんですよね。その、だから右行くか左行くか、まあどっちを取るか、やるべきか、やらないべきかとか、そこってやっぱり直感っていうか、まあ虫の知らせって自分は呼んでるんですけど、で、ふと虫の知らせを感じて、よし、こっちだとか、よし、右だ。今だ。今は待とう。やっぱやめとこう。よし、やっちゃえ。とか。だから、自分にとってこう、虫の知らせ、その選択を間違わなければ、人生こうね、うまくいくっていうか、豊かになるっていう思ってるんで、だから、こう、虫の知らせって生きていく上で一番重要なものだと思ってて、で、まあ、それをこう、どうやれば、感じやすくなるのか、どうすれば感じにくくなっちゃうのかなって、よし、そうだ、研究してみようと思ったのがきっかけで、そうだ、虫の知らせ研究所ってなんか面白いフレーズだったんで、あ、面白いし、こう、まあ、研究所もね、名乗ったもん勝ちなんで、そうだ、研究所立ち上げて所長やっちゃおうと思って、それがきっかけですね。はい、今、研究所の研究員みたいな方って何人ぐらいいらっしゃるんですか？研究員は、まあ、全国に500人ぐらい推定いますね。はい、どうやってこう広げてるんですか、その500人は。ですね、虫の知らせ研究所のステッカーを作って、それをまあ、こう、配って歩いてて、
まあそれもらった時点でもう研究員っていう認められるんですね。そうなんですよね。だからまあ500枚も500枚今まで配って、一応これでも受け取った時点で研究員だけど大丈夫ですかって確認してから渡してるんで、まあ研究員になりたくない人は断ってくださいって言ってそんな感じでやってますね。その方々との交流は今もあるんですか？うん、ありますね。まあ遠く離れてるところの人はね、まあ SNS だったりで、うん、あ、所長、この間ね、こういうことありましたよ、みたいな感じで、まあ全国からこう日々研究結果が寄せられてて、自分もそれを見ながら分析して、ああ、なるほどね、こういう感じのパターンもあんだ、と思って、で、だからまあより多くの人に虫の知らせを意識してもらって、人生豊かになって、ハッピーになって、まあ自分なりの世界平和活動ですね。はい。そういったこう活動だったりって、うん、はい、東京にいらっしゃる時からしてたんですか？うん、やってましたね。もう虫の知らせ研究所立ち上げたのはもう17年ぐらい経つんで、うん、結構昔からやってますね。その東京での暮らしとここでの暮らしと、はい、なんか一番ここが違うなとか、うん、なんかそう思われるところってどういうところがありますか？うん、そうですね、まあ、虫の知らせって、うん、まあ、言い換えれば野生の勘なんですよね、分かりやすく言うと。やっぱりこう東京っていうかね、都会にいるとやっぱり衰えてきますよね、感じ、うん、で自然の中にいると敏感になるっていうか、で東京にいる時はね、まあ大体週に5日6日会社に勤めて、でそれでストレスが溜まって、で週末休みの日にね、お金使ってストレス解消して、でまたお金稼いでっていうループだったんですけど、今はね、さっき言ったようにストレスがないんで、かなり精神的には楽ですよね。うん、じゃあストレスを貯めてお金を稼いで、うん、それをストレス解消するために消費するみたいな生活からは、うん、解放されて、そうですね、解放されましたね。暮らしててもストレスはないから。ないですよね。だから会社員やってる時はね、まあ日曜日の夜なんかはもう寝る時、うわー明日月曜日やだなーみたいな感じだったんですけど、まあ今は本当寝る前は明日何しようかなーってワクワクして寝るし、まあ朝起きた瞬間に、よーし今日は何やろうって言って、もう一日中ワクワクしてますね。いいですね。なんかその話の流れで、はい、そのここに、ここや奥会津地域にあって、うん、東京だったり都会の暮らしにないもの聞かれて、うん、思いつくものだとどんなものがありますか？そうですね、まあ自分なんかね、よく言われるのが、なんで東京ね、便利な東京からこんな不便な田舎に移り住んだんだってしょっちゅう聞かれるんですけど、まあさっき言ったあの六ヶ条は家の周りに全部揃ってるんですよね。で、あの六ヶ条って自分にとって生きるために必要なものなんで、で、東京だとその生きるために必要な六ヶ条ないんですよね。うん、だからよくこう、いやいやいや、あの東京の方が不便で、こっちの方が便利ですよっていう話はよくしますね。うん、それをその東京時代のお知り合いとかにされると、はい、皆さんなんかどんな反応されますか？あ、まあ東京、まあやっぱりこうね、震災があって、で、今ね、ウイルス騒動が起きて、やっぱりこう、都会に住んでる友達も、俺もやっぱ田舎に暮らしたいなって、うん、まあ言い出してる人が増えてますよね。うん。うん、
そんな方々に、うん、なんかこう奥会津らしさというか、はい、いろんな地域も見てこられたからこそ、はい、大沼さんだからこそ分かる、うん、この地域らしさってどういうことだってご説明されますか。まあ奥会津、まあよくねありふれた言葉ですけど、日本の原風景ってよくね、まあ全国どこでも聞くような言葉なんですけど、まあ日本三周したしてみた中で一番奥会津が日本の原風景が残ってると思いますね。やっぱ他にねないところってこう、こんだけ古民家、築100年以上の古民家がこんだけ残ってるところは全国探してもないですね。うん。だから古民家が残ってるからやっぱり物とか文化も残ってるんですよね。だから日本の伝統文化が一番色濃く残ってる地域ですね。先ほどこう伝統文化が残ってるっていうところが奥会津の素敵なところだってお話あったんですが、具体的にどんなものが印象的ですか。ですね、まあ今日着てるこの服も、あの南郷刺し子番店って言って妻が2年がかりで作ってくれたんですけど、刺繍してあるんですけど、これもね奥会津の伝統的な着物で、まああの昔の人があの旦那に、旦那が危険な仕事場に行くときに奥さんがこう安全をお祈りしながら人差し人差し塗ってこう刺繍したっていう伝統的な着物なんですよね。で奥さんはこう旦那さんの安全を祈りながらこれを作って旦那に着させて、で旦那さんはこれを着て、まあお守り代わりですよね。だからこうこれを着て自然あの危険な仕事場に行って仕事をして帰ってくるっていう、だからそういうねすっごい意味深い服なんで、だから着てるとすごい安心感がありますね。なんか守られてるような感じで元気が出ますよね。そうですね。この柄にも何か意味があったりとか、こう、うん、なんかね一つ一つ柄にも意味があるみたいですね。まあ魔除けだったり、はいはいはい、うん、それをまあ妻がこう組み合わせて作ってくれましたね。素敵ですね。ありがとうございます。今のお家はご購入されたんですか。そうですね、築100年で、うん、で山林原野田んぼ畑、うんうん、東京ドーム3分の2個分の土地がついて65万円で購入しました。激安ですね。そうですね、本当ありがたいです。そういう物件が結構たくさんあるんですか。うん、あると思いますよ。自分も奥会津の中で、まあ30件ぐらいの中から、30件ぐらい絞って、その中から自分、今の家見つけたんですけど、まあ、ただであげるよっていう家も何軒かありましたね。だからさっきのね、話になる、あの、ストレスの話ですけど、まあ住宅ローンもないし、家賃もないんで、それでまあストレスも、ね、お金にも時間にも追われることないんで、それも大きいですよね。そうですよね。うん、インタビュー前のお話でも、はい、もらい物が多いっていうお話も。そうですね。されてたので、うん、生活にかかるコストが都会に比べるとだいぶ低い、ね、そうですね、もう桁違いですね。そうですね、食べるものが結構じゃあ自給自足だったりに近い暮らしもされてる、うん、そうですね、うん、まあ食べ物自分たちで作るのもありますし、うん、まあもらえるものもいっぱいありますし、うん、あと農機具、うん、あの、耕運機だったり、稲刈り機、田植え機、脱穀機、もみすり機、全部近所の方に無料でいただいたもので、もうこれ買うと何百万も押しちゃいますけどね。
今こうお話を伺ってると、はい、移住されて5年とは思えないぐらい地域に馴染んでらっしゃるなと思うんですけど、はい、なんかこう暮らしていてここは大事だったなとか、うん、ここを暮らして大事にしてきたよっていうポイントがあれば、なんかこれから移住だったりとかを検討していらっしゃる方の参考になるかなと思うんですけど、やっぱりね、近所の人との近所付き合いはね、うん、重要ですよね。まあ、近所のやっぱり普段田んぼと畑仕事を一生懸命やってんのを皆さん見ててくれるんで、それを見てまあ最初はねやっぱり都会からなんか変わり者が来たなみたいな感じだったと思うんですけど、でだんだんやっぱり認めてくれて、おあいつなかなかやるなみたいな感じで、で自分もやっぱりこう会うとね必ず元気よく大きい声で挨拶はしますね。別に意識してるわけじゃないんですけどね。普段からね、こう、環境がいいんで、ね、さっき言ったように一日中ワクワクして楽しいんで、おのずとこう、笑顔でね、あ、こんにちは、みたいな感じで。そうすると、あ、お犬間さんいつもなんか生き生きしてるよね、みたいな感じで。だから自分がこうね、もちろん助けてもらうこともあるんですけど、さっき言ったようにね、息子が30年ぶりの子供だったり、やっぱりね、自分がこう、何かしてあげることっていうのはね、なかなかできないかもしれないんですけどね、笑顔でこう、息子とこんにちはっていう挨拶するだけで、やっぱりこう、年配の方は喜んでくれて、まあ、お犬間さんと会うと元気が出るわ、みたいな感じで、うん、言われたりもするんでね、そこは大切だと思いますね。うん、これから、はい、お犬間さんがこの地域だったり、はい、お仕事だったりでもいいんですけど、はい、なんかこういうことに挑戦してみたいなとか、はい、こういうこと始めてみたいなと思ってらっしゃることありますか？ですね、今ね、うん、年間だいたい5年目なんですけど、まあ1年目からうち来客がすごくて、うん、年間100人以上の人が訪ねてくるんですよね。だからまあみんななんかこう、ね、どういう暮らししてるのか見たいとか、まあ自分たちの家族に会いたいとか、まあ農業体験がしたいとか、そういう方がこうひっきりなしに訪ねてくるんで、まあ農家民宿を経営したいなと思ってますね。うん、奥会津地域に暮らす次世代の方に向けて伝えたいこと、はい、メッセージをお願いします。はい、ですね。まあ、今まで話してきた通り、こう、さっきおっしゃった通り、こう、都会での生活費、ね、住宅ローンも家賃もない。もう、生活費桁違いなんで、自分は正直、こう、まあ、田んぼ、畑、薪割りで、ね、生きるために必要なもの、山菜取ったり、キノコ取ったりしてますけど、だから、現金収入っていうのは、必要最低限、たまにバイトする程度で暮らしていけるんで、だからこう、何もね、就職にこだわったり、月曜日からね、金曜日はね、週に5日6日、やりたくないことやって、こう、一緒にいたくない人と過ごして、ストレス溜めて、なんか人生つまんないなとか思う必要全くないんで、本当朝から晩まで好きなことやって、まあ常識にとらわれないで自分がね想像する夢っていうかね、自分が心地よい生活暮らしをこう周りの目とか気にしないで思いっきり楽しんでほしいですね。はい。ではありがとうございました。ありがとうございました。本日インタビューは虫の知らせ研究所所長の小犬間淳さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。